どうもこんにちは、おさじまです。今日は衰退する寺、栄える寺、決定的な違いということについて、この流れでお話しいたします。いやー、今日も非常に大事な内容をお話しますので、ぜひ最後までお聞きください。まずですね、現状から言いますと、日本の仏教が大幅な衰退の危機にあると、複数の海外メディアが報じているんですね。世界中で話題、問題になっているわけです。 例えば、イギリスのガーディアン紙は、仏教伝来以来の存続の危機だ。ここまで書いてます。また、宗教のニュースサイト、ワールド・レディジョン・ニュースでは、すでに日本の2万以上の寺院が住職のいない空き寺になっているということを報じています。現時点では、寺院は約7万7千あるんですけども、25年以内に実に その約4割に2万7000箇所が閉鎖されるだろうと、こう言われているわけです。現在の半分とは言いませんけど、6割ぐらいになってしまう。まさに大変な衰退の危機にあるということです。それで NHK のクローズアップ現代でも取り上げられまして、キロに立つお寺、問われる宗教の役割という番組が報道され、大きな話題を呼びました。その中で非常に心に残ったアンケートがありました。 どういうアンケートかと言いますと、まず、仏教に良いイメージを持っている人が何パーセントぐらいあるかというと、これはですね、約90%。9割、1 2人9人は仏教に良いイメージを持ってたというんですね。これは嬉しい。ありがたいことです。ところが、寺に、その仏法を伝えるべき寺に良いイメージを持っている人になりますと、これはどれぐらいのパーセントになると思われますかこれはですね、約25%。もう。 ものすごく減ってますね。ではさらに、僧侶、その寺に住んでいる僧侶、お坊さんに良いイメージを持っている人はどれぐらいかとなりますと、これどれぐらいだと思われますかね。実にですね、約10%しかないんですよ。仏教に良いイメージ持っているのは90%なのに、その仏教を説いている僧侶、お坊さんに良いイメージ持っている人はわずか10%、1割、10人いても1人しかいないっていう。 こういう惨憺たる現状なんです。これ仏教界、まず、まっすぐにね、受け入れる必要があると思います。なぜそうなってしまうのでしょうか。で、そのクローズアップ現代で、コメンテーターがこのように語ってましたね。この統計結果を一言で言えば、お寺とかお坊さんは仏教をやっていないんじゃないかっていうことですよね。もう身も蓋もないというか、仏教をやるべきお坊さん、 また仏教をやってるって言うとあれですけども、仏教は解かれてる寺で、仏教は解かれてない。本来の仏教の仕事をやってないんじゃないかっていう、もう根本的な問題なんですよ。なぜそう言えるかっていうと、仏教自体にはいいイメージがあるわけだから、もう正論も正論、土正論のコメンテンターのね、解説でありました。そして、葬式や法事が商品のように扱われるようになったと思う。こうも語られておりました。 また、こんなこともね、NHK で語られてましたね。生き残れるか仏教というテーマで講師をやって、さあ皆さんどうですかとお坊さんたちに聞くと、どういう会話になるかというと、いやーうちの寺の経営がとか、檀家さんが少なくなってきて、と、寺の経営の話をまず第一にするんだと、こう嘆いていました。儲かるとか儲からないとか、檀家数が多いとか少ないとか、 まるで檀家さんを収入源のように論じている。本来論ずべき教えについては全然論じられない。こう嘆いていました。こういうことも踏まえまして、衰退する寺の問題点、大きく二つあるわけなんですね。その一つというのは何かというと、まずね、教えを解かないという、こういう現状であります。先ほどもあったように、仏教やってないんじゃないか。それがもうまさしく図星なわけですよ。言ってみれば、 葬式仏教の付けが回っていると。こうも言えると思います。押しを解かず、葬式ばっかり、法事ばっかりやっていると。ところがね、民間の葬儀場より安くって、まあ簡単な葬儀をする人が増えてきているわけです。杖や告別式も行わず、もう仮装のみ、これを直葬と言いますけども、そういったものが増えているわけです。葬式はやらない、法事もしない。これがコロナで加速しているわけなんですね。 そしてまた定着していっているわけです。そこで若い僧侶たちはなんとかせにゃーということで、仏教イコール葬式のイメージを払拭しようということで、坊主バートがね、やり始めて。まあこれも複数の海外メディアに取り上げられたりはしているんですけども、まあこれね、焼け石に水じゃないの、こうも言われてますね。なぜかというと、本来の仏教の仕事をしてないから、ちょっと気を照らって、あ、変わったことやってるなと言っても、まあ注目されるのはね、 最初くらいであって。まあ、よくて一意しのぎ。まあ、こうなってしまうわけなんですね。これが一つ目の問題。教しをそもそも解いてないということです。では、衰退する寺の問題点二つ目はどうでしょうか。これは、せっかく推しはね、解こうとしてる。解いてるんだけども、肝心要のその教しが間違っている。しかもその教しの間違いがひどい。これじゃあ衰退するよね。これじゃあうまくいかないよねっていうほどね、間違ったことを解いてるわけです。 で、これから話すのは特に浄土真宗の問題なんですよ。日本で最も大きな宗派は浄土真宗ですけども、信仰宗教に流れていってしまうのが一番多いのが浄土真宗とも言われます。それはなぜなのか教えの中でも非常に大事なところを間違っているからなんですね。例えば、自力という言葉を間違っています。これ一般でも間違えられてるんですけども、僧侶自身がね、自力を勘違いして、自力イコール努力 こう誤解してしまってるんです。結論から言うと、自力イコール努力ではありません。全く違います。浄土真宗では、自力は捨て物、言ってるわけですけども。もし自力イコール努力なら、努力を捨てろ努力は良くないこういうことになりますね。そういうとんでもないことを言うわけですから。実際に東日本大震災の時も、これボランティア活動ってこれ自力だな。自力捨て物、自力良くないから、ボランティア良くないんじゃないか。ボランティアやっていいのかなっていうね。 ことがもう本気で会議で話し合われてたっていうんですね。それもちっちゃい寺じゃない。もう本山レベルですよ。こんな情けない状態になってしまってる。なんじゃこりゃっていう感じですよね。一般の人ではもう考えられないですよね。仏教ってもっと慈悲深い教えかと思ったら、ボレハンティアしていいのかどうかでは迷っているそれも東日本大震災でこんなことで悩む宗教ってあります一般の人よりもお粗末じゃありませんか。こんなんでは。まあ、努力を放棄して。 大英的、無気力になれば、これ当然寺場は衰退する。これ因果の通りですよ。こんな悪い種まいてたら、こんな良い種まき否定してたら、そりゃ衰退しない方がおかしいですね。ではここで、正しい自力の意味についてお話したいと思います。特に浄土真宗で、この自力という言葉大きく二つの場面で使われます。で、この二つの意味は、重なっている部分と違う部分がありますので、似て非なるものなんですね。 で、これはごちゃごちゃになっているから、大変な間違いを犯してしまうわけです。そういうこともね、ちょっと頭に入れながら、その二つについて聞いていただきたいと思います。まず一つ目は、自力衝動仏教と言われるものがありまして、いわゆる出家の仏教、修行の仏教です。まあ言ってみれば結婚してたらね、離婚して、家族との絆も去って山に入って修行する。いわゆる山にね、入って滝に打たれたり、走り回ったり。 断食をしたりという厳しい厳しい修行をする。そういった仏教を自力衝動仏教と言われます。ここで自力という言葉が出てくるわけです。浄土真宗では、そういった自力衝動仏教、出家の仏教はできがたい。普通の人にもできるもんじゃないから、他力浄土仏教、いわゆる在家の仏教に入りなさいと、こう進められてるんですね。在家というのは出家に対する言葉でありまして、出家は今言ったように、 結婚してたらもう離婚して、家族との絆も立って、家族も執着の一つですからね、家族に執着しちゃいかんということで、家を出て修行する。こういう仏教だったんですけど、在家というのは普通の家庭を持ったままあ、もちろん独身でもいいんですけど、いわゆる普通の一般の生活をするまんま、煩悩を持ったまんま幸せになれる。こう教えるのが、他力浄土仏教でございます。法然商人までの浄土仏教は、ここがほぼゴールでありました。 自力衝動仏教じゃなくて、他力衝動仏教で皆さん救われることができますよ。糧を持ったままで、煩悩を持ったままで、本当に幸せになれますよ。これを法然承認が強調されたわけであります。では、正しい自力の意味の二つ目。これは何かと言いますと、それは自力の真実、自力の心を言います。自力の心と煩悩と違うんですね。努力とも違います。これは、 たりきの信心、たりきの心になるまでの心は全部自力の心、全部自力の信心になります。図で表しますとこうなります。まず自力の仏教からたりきの仏教に入った。他たりきの仏教に入っても、まだ心は自力の信心なんですね。この縦の線でたりきの信心、たりきの心になるわけですけども、そこまでは全て自力の心、自力の信心です。たりきの信心になったことを信心欠如と言います。 心決定と書いて、心欠場と読みますけども、心欠場する前を神前信心欠場の前、信前と言いまして、信前は皆自力です。自力仏教から他力仏教に入ってても、心はまだ自力ですから、これは自力の頃なんですね。まだ心が決まり定まっていない状態、言葉変えるとまだ疑っている状態ですから、これを偽上と言います。自力の心神イコール儀上なんですね。 これは私が勝手に言っていることではなくて、これは浄土真宗の教師の教科書みたいな本にはっきり書いてありまして、浄土真宗といってもまあいろいろね、なぎなぎ派、なぎなぎ派とかありますけども、まあ自力の真心イコール偽情というのは、これは一致しているわけです。で、真人欠用しますと、他力の真心になりますと、その後はずっと他力の心です。これは真人欠用した後ですから、真後と言いまして、真後は他力の真心なんですね。ですからここで、 神前神後は綺麗に分かれるということです。他力の仏教を聞き求めていても、他力の信心になるまでは、自力の信心、偽状が晴れていない状態。ここで他力の信心になる。信心結養するということです。信心結養とはどういう心かというと、王上一条と言われまして、王というのは行く。どこに行くかというと、極楽城で行く。城というのは生まれる。何に生まれるかというと、仏に生まれる。それが一条。 一つに定まる。はっきりするということですね。欠条と同じ。欠条、一条。はっきりする。これポイントなんですね。浄土真宗ははっきりする教えなんですよ。だから、欠条とか、一条とか、こういった言葉がふんだんに使われます。すれわてもね、欠条心なんかない。一条にならない。すなわち、はっきりしないなんていう人は、エセ坊主でございますのでね。これは要注意ということです。いつ死んでも極楽王生がはっきりした心を、王生一条、信心、欠条と言い、 他力の人というこれはどんなに煩悩がさかまいても崩れることはない変わることはないこの王女に対する疑い儀情はきれいに晴れるんですね言葉変えれば往生一条になるまではね露骨にね極楽なんかあるもんかそんなのおとぎ話だとこういう疑いじゃなくてもあ極楽に生まれたい極楽に生きたいと真剣に思っててもいけるかな大丈夫かなと思ってるのはまだはっきりしてませんから 疑いの心がある。儀情が晴れていないということになります。その儀情のことを自力の心、自力の信心と言うんです。一般的なね、自力という言葉と非常にイメージが違いますので、気をつけねばなりません。そして、自力仏教から他力仏教に転向するのは、これは自分の意思でできますけども、この自力の信心は自分では捨てれないんですね。後から詳しく話しますけども、これは阿弥陀仏の力によってのみ、自力の心は ななくなる議場は晴れるわけですですから、自力仏教から他力仏教に、じゃあ、変わろうと思って変われるように、あじゃあ、自力の信心、議場良くないから捨てようと思ってね、自分で捨てれるような簡単なものではないということも、まず知っていただきたいと思います。で、この自力の信心と他力の信心の変わり目を、親鸞聖人が特に力を入れて教えられたわけです。もちろん、法然聖人も教えておられますけども、それまでの方々も教えておられますけども、 自力の仏教から大気の仏教を教えるのが、これまた非常に大変でありましたのでね。今でこそ、浄土仏教、日本に大変広まってますけども、当時は自力衝動仏教ばかりでありましたので、まずその段階で、法然商人までのね、方々は活躍されたということです。で、法然商人の時代に浄土大気の仏教は非常に広まりましたので、新覧聖人はその先の部分をね、詳しく細かく丁寧に教えられたということです。ですから、 浄土真宗で自力と言ったら、ほぼこの自力の信人、偽情のことであるということを知っていただきたいと思います。うん、では、どうすればこの自力の信人が伝って他力の信人になるのか、偽情が晴れるのかと言いますと、仏法は長門に極まると言われます。長門聞くなら門も聞く。聞いて聞いて聞き抜けと言われます。ですから浄土真宗では説法が多いんですね。法話というものがあります。本来多いんです。最近は少ないかもしれませんけど。だからこそ私も、 こうやって YouTube で、こうを解いているわけです。皆さんは聞いておられる。今、聴聞しておられるということです。まさに今、聴聞の真っ最中ということですねで。厳密に言いますと、聴と門は異なるんですね。聴というのは、自力の心で聞いている間であります。で、ここで、門と、阿弥陀仏の呼び声を聞く瞬間があるんですね。これを、門即進の一年と申します。門と聞いた即、その時その場でそのまま、煩悩あるままで、進。 たりきの真実を欠如する。真実欠如。往生一条の身になるということです。それはこの一年の瞬間なんですね。一年というのは人思いと読みまして、あっともすっとも言うまもない。時間の極まり。神前神後はこの一年で綺麗に分かれるわけであります。だから欠如、一条、はっきりするわけなんですね。だんだーんとかぼやぼやというもんじゃない。はっきりする人もあれば、はっきりしない人もあるというね。 こういう世間はそういうことばかりですけども、この一年だけは違うんですね。一年の新人というのは水際だった。そういうはっきりしたものということです。一年というのは段だ々んだんではないという意味ですから、段だ々んだん救われる人もあるよというのは一年の新人ではないということになります。そういう非常に特徴のある新人なんです。で、これまたよくある間違いなんですけど、自力っていうのはね、自分の力、努力、なんか力みみたいなね、 感じ。また、執着みたいな感じ。勘違いしてる人が多いので。だんだんその自力がね、弱まっていって、そして他力になるんだろうと。まあ、浄土真摯のそれといっても、まあ、こういうような人ばかりと言っていい、残念な状況なんです。だから衰退していっちゃうんですけどね。自力は努力じゃありませんから。だんだん何もしなくなって、まあ、それこそもう寝たきりにならなきゃいけないみたいな感じですよね。もし自力が、自分の力なら、もう絶対他力、絶対何もしないみたいな。<laughs> こんなことないですよね。 親鸞将に29歳で、他力の新人、決要いたしまして、それから90歳でお亡くなりになるまで、寝たきりでした。全部ね、人からお世話してもらいました。なんてことはないわけで、まあ、それこそ大活躍をされたわけですから、これいかに間違いかと。ちょっと本当学べばね、わかるはずなんですけど、まあ、思い込みというのは怖いもんですね。相当な僧侶でも、これを誤解しております。これが自力の誤解ということです。 でもう一つ誤解がありまして、それは悪人正気の誤解であります。浄土真宗、親鸞将棋の教えというと、悪人正気。悪人が救われる。すごい。善人でさえ救われるんだから、悪人はなお救われる。聞くと、お悪はいいんだ。善やるのダメなんだ。こういうね、善の否定。良いことをするのは良くないっていうわけのわかんないね。理解をしている。そういうお坊さんばかり。だから聞いてる人もそれを誤解している人ばかりと言っている。 こういう悲しい状況なので、寺はどんどん衰退していく。そゃそうですよね。<laughs> 良いことダメ。悪がいい。それに賛成って言、ね、う人が集まっていったらどうなりますか <laughs> まともな人から去っていきますよ。当然ですよね。まあ普通に考えて、悪がいい、善の否定、考えられない。とんでもないことなんですけども、本気でこれを間違ってる人がたくさんあるんです。これをね、なぜなのか。なぜ間違ってしまうのかを、これからお話ししていきます。 でこれを正しく理解するということは非常にね、あなたにとって大切なことでありますので、続けて聞いていただきたいと思います。では、悪人正気の正しい意味と間違った意味、この似て非なるものの区別をね、つけねばならないわけですけども、もう何段階にもね、この間違いがありますので、順番にお話していきたいと思います。まず、悪人正気というのは、悪人になることを勧めているわけでは当然ございません。悪人が救われるのが、どんどん悪いことやっていくぞ、まだまだ悪いことが足らん、みたいな。 <laughs> こういうものではございません。悪人というのは、煩悩を具の私たちのことを言われてるんですね。人間同士の相対比較した泥棒とかね、嘘つき、詐欺師、犯罪者、殺人犯、こういう悪人のことではありません。欲しい欲しいの欲の頃とかね、ついイラッとしたり、カーとなったりね、怒ったりしてしまう、また、人を恨んだり、妬んだりしてしまう、そういう煩悩を持った私たち。 これは煩悩具足の人間と言われますけども、これが仏の眼からご覧になられた私たちの本当の姿なんですね。で、先ほど話したように、衝動自力仏教のように修行して煩悩を減らして、究極的な煩悩をなくして助かろうという。損しなきゃ助からんと。こういう教えじゃないよ。もう仏様は全ての人は煩悩具足と、もう見抜いておられるので、その煩悩具足のものがお目当ての救い。これを悪人正気というんですね。 正気というのは、お目当て、消却ということなんです。だから、悪人にならなきゃ助からん。まだ足らんと言いうんじゃなくて、もう最初から、仏の真のから見れば、悪人、煩悩、愚足であるということです。ですから、悪人正気というのは、善の勧めの否定ではないわけです。良いことやったら悪人じゃないと。まあ、しては良いことを勧めちゃいかんと。これはとんでもない間違いで、これは世間以下になってしまうわけです。また、善の勧めと、こう聞くと、 それを衝動仏器のおすめに限定して考える。こんなね、ちょっと堅い頭を持った方がありまして。確かに衝動仏器は善を勧めますけども、浄土仏教でも善を勧めるわけですよ。修行だけが善じゃないですよね。席譲る。別にそれは修行じゃないですそ。それくらいと言っちゃなんですけどね。まあやると思えばできますよ。先ほどのボランティア、募金ね、別に1000万円とか何百万円とか募金しなくても、ちょっとコンビニのね、レジの横にあいたところに、 1>, 1円でも5円でも入れる。できますよね。それはいいことですよって進めるのは悪いはずがない。もちろんその5円とか1円入れるのがね、衝動仏教の修行というとそうじゃないですよ。だから、前提のは衝動仏教よりもっと広い意味で使われますよね。それを衝動仏教の進めに限定してしまう。そういう誤解がいまだにある。そうじゃないですよと100回言ってもね、まあ、思い込みが深いのか、単にネガティブキャンペーンなのか、わかりませんけどね。私が 良いことね、進めてると。衝動仏教に逆もでさせてる。遠回りさせてる。避難しますけど。そういうことじゃないよ、ということです。そして、善イコール自力ではございません。自力を捨てようというのもね、善を捨てよう。こういうとんでもない誤解してる人ありますけど、そもそも善を捨てるって意味わかんないしね、捨てようがないしね、金輪際善ができない体になりましたなんていうことはありえないしね。まあ言ってる人もよくわかってないんですけども、単純に善イコール自力と。 こう誤解している人があるので気をつけねばなりません。悪人賞金についてさらに詳しい内容はこちらの動画でお話してますので、ご縁がある方は概要欄、コメント欄からご確認ください。では、正しい自力と他力、正しい善と悪についてより深く理解していただくために話を進めていきたいと思います。仏教、創始者が説かれている、その始者が書かれているお経にはね、どういうことが書かれているかというと、悪人、この悪人というのは 人間同士の全幕のレベルじゃなくて、仏様がご覧になられた煩悩不足の私たちということですけども、その煩悩いっぱいの私たちを、煩悩を持ったままで、本当の幸せに導く教えが仏教なんです。そのことを書き記しているのが公教と言われるものであります。で特に浄土真宗で大事にするのが浄土三部教と言われるものであります。具体的には、大無良寿教、大教と略して言われますけども、 これが一番大事なお経として言われています。その他に、寒無量子経、寒業、阿弥陀経、正経と言われるものがありまして、この三つのお経を浄土三部経と申します。はい。続きが気になるところですけども、長くなりましたので、この後の内容は次回お話したいと思います。チャンネル登録まだの方は、この丸いところを押していただいて次回をお待ちください。今日の内容が少しでも良かったと思っていただいたら、高評価ボタンをお願いいたします。 また応援コメントもお待ちしてます。今日の関連動画はこちらの方に出ています。それではまた